インタービーの練り歩き2日目です。はい、この前ね、古井さんがまた面白いとこやったので、僕の方は、いつもお世話になっている、メーカーさんをベースに、向こう使っている、機材をガジェット中心にちょっと回ってきたと思います。今回はね、昨日もあのラウンジの方で、すでにあのなんだっけプレゼンをしてくれた GoPro さんの方へまたお邪魔しました。どうもおはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。まあ、昨日もね GoPro3 の、はい、4K というのをいろいろレセプションしてもらったんですけども、はい、もう一回ちょっとね、あの昨日見てない人もいるんで簡単に、はい、あの2との違いを、はいはい、こちらがですね GoPro Hero 3です。で、 Hero 2と比べた時に非常に薄くなりました。体積比で 30% 小さくなって、そして重量で 25% 軽くなりました。にもかかわらず、まあ、前から見るとほとんど同じサイズなんですよ。ですから今まで GoPro に、まあ、LCD バックパックとかバッテリーバックパックとかそういうオプションをつけてた方もそのまんまお使いいただくことができる。それからさまざまな取り付け用のアタッチメントもそのまんまお使いいただくことができる。これが Hero 3の面白いところ。それとあの、まあ、今回3つのグレード展開なんですけど、ブラックエディション、シルバーエディション、ホワイトエディション。一番上のグレードのブラックエディションはなんと 4K の撮影が可能になりました。すごいですよね、このサイズで。っていうかこれ2に比べてえらいちっちゃいですよね、見た目が。えらいちっちゃいですね、うん。まあ、実際ちっちゃいってのもあると思いますし、やっぱ黒く塗るとちっちゃく見えますよ ねっていうのもあると思うんですが、まあ、でも見た目も結構現代的でかっこよくなったと思いませんか。いやいやいや、そうですね。あの僕実はね、昨日も言ったんですけど、はい、GoPro2 の方ですけど 3D の方をちょっとね今日やらせていただいてね。で今3あのエディスのグラスバレーのブースでちょっと 3D もやったんですけども、で今回この3に関しての 3D はどうなんですか。あの目下開発中です。ちょっとお待たせすることになりそうですけど、皆さんのお手元に届けたいと思ってますので。なるほど。でもこれで、はい、3D ができると 4K3D ですよね。 4K3D を総額おそらく10万円くらいでできちゃうんでしょうね、っていうことなんだよね。で僕はそこをちょっと注目なんです、実は。はいはいはい、わかりました。ちょっと開発スタッフに早くしろって葉っぱかけときますので。あの GoPro っていうと 3D 化のマリンでできるようになったじゃないですか。はいはいはい、でそうですね。で今度その先ほどの 4K3D が乗るわけじゃないですか。はい、ねえ、どうなっちゃうんでしょうね。そこってすごいよねと思って、手軽に 4K で 3D カムじゃないですか。はいはい、そこを僕はちょっと狙ってるんですけども。いや、もともと GoPro ってサーフィンとかレースとかそういうとこで活躍してたのが、ね、こうやって皆さんに使っていただけるようになると本当に嬉しいですよね。うん、で、まあ、いろんなところもナブとかも何回か行かせてもらったんですけど、はい、GoPro ブースってもうその土地土地に合わせたいろんな、なんかこう特殊があるじゃないですか。はい、で例えば、それが展示物が F1 だったり、はい、インディカーだったり、はい、パリダカの車だったりって、はい、で今回実は日本に来て、はい、なんで F4 って思ったら、あ、これ電気自動車だ。これ電気自動車なんですよ。で、GoPro 日本、この GoPro を今日本の総輸入代理店をやっているところなんですが、もともとレースとかラリーとかそういう車を作ってる会社なんですよ。ですから、まあ、電気自動車お手の物です。ちょっと見ていいですか。いいですよ、いいですよ。じゃあちょっと見ましょうか。ですね、まあ実際レースでこれつけてるんですかね。今実際レースとかラリーとかそういうシーンでもう GoPro の浸透度って僕らもびっくりするぐらいすごいんですよ。そうですね。まあ、これですよ、フロントノーズコーンから目線、はい、あとヘルメットの上までいろいろくっついてるんですけどね。GoPro の僕もいつも思ってるのは GoPro の良い点でこうセンターにつくっていうのがやっぱり、そうですね。例えばヘルメットにつけるにしてももう本当に頭の頂点につけられますし、あとはまあそのためのまあ、取り付けの道具もたくさん揃ってますので、まあ、使いやすいと思いますよね。これね、僕車好きなんで嬉しいな。で、なんで日本これなの、GT カーでしょとか思ってよく見たら、あ、エレクトリックって書いてあると思って、あ、そうか、じゃあ日本らしいな、確かにそれはなんて思ってね。そうなんですよね。それはちょっと驚きましたということで、まあ、でもこの先ね GoPro いろいろとね、取り付け方法はやっぱりね、いろんなことができるというのは多分有利点だと思うんで、はい、3D の方もぜひ。わかりました、開発スタッフに言っておきますので期待しててください。この時はぜひちょっと1台
お借りいただけた、ね、考えておきます。はい、ということで GoPro さんでした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、僕ね、アクション系のカメラ、ウェアラブル系のカメラっていうのは、いろんなところでいろいろやってるんですけれども、まあ、やっぱり GoPro 元祖なんでね、そこがなんですか、デフォルトというか、デフォルトさんね、デファクトスタンダードみたいな部分もね、多々あるんですけれども、確かにね、ソニーさん、リクサさんいろいろあってて、そこをベースに考えて、本当みんなよく頑張ってるなと。でも GoPro さんも同じようなことを言ってましたね。はい、これからこれがね、いろいろ買ってくるといいと思いますね。あ、ライタングさん、こととも AJ ブースです、いつも照明でお世話になっている野瀬さんもここで、セミナーをやってますので、よければ皆さん見に来てください。とても面白いセミナーです。はい、これ、ちょっと左側の方面、トライキャスター、リーストームのトライキャスターのブースがあります。昨日ね、僕と、小寺さんの方で、月刊一リューザーの方でちょっと漫談というかね、やらせていただきましたけれども、そのトライキャスターがいます。で、その横ですね、おまだかな、おはパンダスタジオさんがいます。パンダスタジオさんといえばね、トライキャスターをなんですか、IT にこう出したというところで、ものすごく有名な、もう今やイケイケの企業の一つだと思うんですけれども、そうですね、ちょっとお話を聞きたいと思います。西村さん、おはようございます。流れてるんですね。あまり変なこと言わない方がいいですね。いや、大丈夫ですよ、別に。実は岡さんがですね、いや、それやめよ、それやめよ。西村さん、今日寝ました？今日はね、久しぶりに寝ました。ああ、そうですか。まだ床レベルでお布団には入れてないんですけど。皆さん、西村さん寝ない人ですから、はい、おかしいんですよ、この人、はい、夜5時にツイートすると、あ、夜中のね、朝明け方5時にツイートすると5秒ぐらいで帰ってくると。そういう話してると1日8時間寝ると75歳まで生きてると丸25年間ベッドの上にいると思うと怖くないですか？まあいいや。じゃあ皆さん、もう今度パンダさんでね、はい、独占販売、ちょっと独占販売なんか行きましょうか。感じ悪いですね、独占とかって言ったね。あ、そう。じゃあ、一生懸命販売されることで、まだ猫に噛みつかれると嫌なんで。あ、でも、昨日ドライキャスターっていうと、その上位機種であったり、はい、品番かける1万円なんていう神話があったんですけども、はい、今回西村さんの方はなんかすごいことをいろいろやってますよね。そうですね、私たちの方で一括120台買いましたので、これを月々5万円の金額で皆さんに提供していこうと。まあ、2年間の縛りはありますけど、携帯電話と同じやり方で誰でも手に入れられるトライキャスターっていうのをやりたかったんですね。iPhone と同じなんだ。iPhone と同じです。で、それだけではなくて、外で皆さん持っていくじゃないですか、現場に。で、外なんかだと雨にやられたりとか、机倒したりとかで壊すこともあるので、一応月額5000円のオプションですけど、盗難にあったりとか水濡れとか、そういうのはもう全部保険が効くようにしました。ということは、いや、別に盗まれてもいいですよっていう話ではないんですが、月々5万5000円でだから全部含まれている形、保険付きができるようになりました。で、それ2年越した後はどうですか？保険だけであれば月5000円だけですね。安っ。はい、兄さん、儲かってます？まあ、その後いろいろ考えます。まずはトライキャスターみんなで使いましょうよっていう。まあ、トライキャスター40の、まあ、特徴的な部分ですか、パンダさん、西村さんのオリジナルのものをちょっと作ったら。そうですね、まずはその上位機種と全く同じなんですね。入力が違うだけでですね、ちょっとこっち、基本的にはアナログ、おっと、ごめんなさい、はい、アナログコンポーネントの入力っていうだけで、基本的にはトライキャスターまんま全ての機能が入っていると。まあ、上位機種にやってないのっていうと、パラレルでレックするカメラごとの、そうそう、レックする機能がないぐらいなので、基本的には全部トライキャスターが使えると。で、これがたくさん出てきた時に何が起きるかっていうと、バーチャルセットってみんな同じものを使うんで、
どこの会社が番組作ってもなんか同じセットでっていうのは困るだろうっていうんで、今回オリジナルのセットも付きで出すことにしました。オリジナルですか？はい、64パターン作りました。 64?、はい、それオリジナル、それなんだっけ、4スタジオの4カメで16ですよね。それのカラーバリエーションとか雰囲気が違うものを各4セットなんで、 4×4×4、 40なんで4にかけて、 4×4×4 で64タイプ。すげー。それに帯さん、 AKB の楽曲作ってる帯さんにこれに入れる楽曲もいろいろ作ってもらったので、約40曲ジングルだとかオープニングだとか、その番組中に流す曲とかも全部権利を私たちが買い取った形で、それをトライキャスターで使ってもらえるように、それが、うん、標準で入ってます。それがお前標準の中に入ってます。すごいお得感満載 で、今までのトライキャスターで僕らが使って不満だったところも解消しつつ、月額の費用を安くして出そうということを今回トライしてます。で今回あれですね、40がコンポーネント入力じゃないですか、はい、でコンポーネント入力ってアナログじゃんとかいう方ともね、多分いらっしゃると思うんですけれども、でも考えてみれば少しあのいいカメラになれば全部コンポーネント出力があるので、コンバータなしで入ると。でこれもし HDMI だと現場で例えばグラグラってしちゃうと画質が自動的にネゴシエーションして落ちてしまったりするんで、こういう BNC のねじりがついたケーブルっていうのは安心して使えていいんじゃないかなと思うんですよね。で画質も全くないですし、遅延もここで発生してないですし、この形はなるほど、使ってみると画質そのままだし、運用面の安全もあるし、これ正解なのかなと。そうなんですね。例えば NX カムとか、例えばそこの H1 とかもみんなコンポーネントアウト出てるんで、そのまま例えばなんか特に何もする、なんかコンバート、みんな多分考えるのは HDMI からコンバートしなきゃいけないとか、SDI からコンバートしなきゃいけないかなって考えるとか、実はそのままスルッと入っちゃうんですよね。そうです。もちろんコンバーターを使って今までの HDSDI の運用で、最後コンバーターで変えると。要するにロケ現場とか外へ行った時にケーブルの長さってコンポーネントは伸ばせないので、HDSDI で伸ばしてもらって直前で変換するっていうことでもちろんいいと思うんですけども、これ上位機種にして455にすると値段3倍になっちゃうんで、差額200万円を払うのか、ブラックマジックとかアジアさんのコンバーターを要するに4台買っても10万円なので、それで済ませるかっていった時に、これは一つ正解としてあるんじゃないのかなと。でこれですね、実際にカバンに入れてみるとですね、そこにカバンがあるんですけど、ちょっとカバンもらえる？ハンディカムレベルだとですね、コントローラーもキーボードも入れて全部これに入ってしまうんですね。でここに本体を入れてあげて、専用のコントローラーもこれに入れてあげて、でキーボードはこの手前のここに入りますし、ケーブルも入る。でサイドにちっちゃなあのギョロメちゃんぐらいであれば4つ入るんで、これ1個担いでいけば機内にも持ち込みできますし、これ1つであと三脚がいりますけれども、これだけで4カメ配信ができてしまうと。なるほど。でこれはトライキャスター40のセットなんですけども、もうパンダスタジオさんに問い合わせれば誰でも買える。はい、あの在庫も、常時30台ぐらい持ってますので、1回の注文が30台以内であれば対応ができるかなと。漫才、ね、漫才じゃないんだからやめましょうね。ということで皆さん、本当に安いんですよね、真面目に。でトライキャスターっていうとね、あの高値の花みたいになったのがこの価格で買えるということなので、あの例えば配信だけでもなく、あの舞台とかそういう単純な収録でも使えるもので、ね、はい、ぜひあの曲を見ながら方はパンダスタジオ、ここに出てないですけども、そうですね、パンダスタジオで検索していただいて、ぜひ見に来ていただければと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。これはですね、新しい黒巻きの仕方なんですね。黒巻きをやるとですね、実際に右と左が逆になるんですね。だから収録の時にあの合成した結果を返しで見ながら指し示しすると、だいたいこう逆になってこう行ったり来たりしてしまうと。でトライキャスターはですね、グリーンの範囲を広く認識できるので、実はプロジェクターでちょっと映してあげても全部グリーンで認識ができるんですね。だから見てもらうと、これ見てもらうと非常に綺麗に合成ができていると思うんですね。でただプロジェクターをガイドで使うだけではなくて、実際にこう書き込みもできるような
電子黒板のユニットも組み合わせてと。はい、で書いてるやつはそのまま実は合成しているわけではなくて、全部緑としてカメラには認識させて、プロジェクターから出しているソースを合成すると。クロマキーなのに書き込みができると。これ面白いですね。だから右左間違うこともないし、その中にこう書き込みをしてきれいに合成ができると。なるほどね。これが新しい使い方で、ずっと言ってた。そうですね、これはトライキャスターの高いクロマキー能力があるからこそできる話であって、今は抜いてるのこれ40です。これ40で抜いてます。40しか使ってないです。はぁ、あ、って感じで、はい、すごいですね。わかりました。また何か面白いことあったら、はい、ぜひ。ありがとうございます。いやー面白いですね。まあ新しいクロマキーの使い方も踏まえて、もう本当パナ、ね、西村さん社長はいろんなアイデア持ってて面白いですね。はい、ということで JVC です。池田さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、じゃあこっちに行きましょうか。やっといろんなものが出ましたね。ありがとうございます。ハンドヘルドのですね、HM600-650 というのをですね、この秋出させていただきます。600の方は10月にすでに発売されてるんですけども、650これから、12月に発売になります。もうナブンの頃からずっと追っかけさせていただいてというか、もうちょっとデモ機もなんかお借りいただいて、はい、まあいろいろ使わせてもらうのもで、まあなんだろう、何でも詰めましたよね。何でも詰めました。はい。MPEG-2、まあ、これまでの記録可能だったんですけども、 AVC-HD にも対応しています。1台のカメラで AVC-HD にも、もう記録もできますし、 MPEG-2 の、クイックタイムと MP4 記録ができます。はい、このまあ、ビクターさんお得ですよ、マルチフォーマットって、はい、昔の HM700 の時代から、はい、で今回600になって、さらに650のはさらに MXF が増えたんですね。はい、ね、はい、MXF、650の方はですね、上位機種の A4650 の方は MXF ファイルも対応しております。また、H.264 の UHQ35MHz のですね、 UHQ モードにも対応しております。で650の600は今発売されて、650が来月ですよね。来月、はい、650の方はさらに機能がもういろんなもの積みましたよね。そうですね、はい、650の方はですね、ワイヤレス機器にも対応しておりまして、まあカメラの中、カメラで撮ったファイルをですね、インターネットを通じて、PC の方に飛ばすと、そういったことにも対応しております。またお手持ちのですね、スマートフォンですとか、タブレットを使いまして遠隔操作、そういったものにも対応しております。やっぱり僕的に注目できる部分はやっぱこのバックアップ機能ですよね。はい、デュアルスロットの方で、まあ、普通ミラーリングというのはいろんなメーカーさんもあるんですけれども、バックアップを同じメディアでできるとはもう唯一これだけ。はい、そうですね、こちら2スロット、SD カードが見えるかな、あるんですけれども、こちら2スロット、B の方はですね、もう最初から最後まで取りっぱなしで、 A の方は通常の記録と、そういったですね、バックアップモードを持っておりまして、これ1台で、フルのバックアップと通常の記録といった同時、記録が可能になっております。そうですね、でもちろんそのバックアップのトリガーも浅いんで、もう振り分けることもできるので、すごく使いやすいので、僕も一回デモを借りしたときに、やっぱりちょっと一箇所こう映像の入れ替えとかいうときにこうバックアップの映像をもらったんですけども、タイムコードが結局 A スロットと B スロットが一緒なので、そこのタイムコードを合わせればぴったり合わせる、ね、そういうことですね。はい、もう万が一のことがあった場合でも、タイムコードを合わせた状態で探し出して使うことができるという形になりますね。またあれですよね、今度レンズの方も頑張りましたよね。まあ、藤野さんとの協力ということなんですけれども、はい、藤野さんの方が大なる協力をいただきましてですね、23倍ズームですね、引けて寄れるレンズということで、ワイドが 29mm、テレが 667mm というですね、23倍、本当に寄れます。これもかなり会場でも評判になっておりまして、ぜひお試しいただきたいというふうに思っております。はい、で今回この HM600 を使って
プロニュースのラウンジの方は自分にこれを載せて、はい、もうガツガツ使ってるんですけども、やっぱ寄れて引けて、ああもういいがみたいな。そのレンズの部分はですね、またその23倍ということだけではなくて、このしっとり感くるんですね、ENG のフィーリングを目指したレンズ、またあとテレタンとワイドタンがですねカチッと止まる、まあ、そういったレンズになっておりますので、まあ、ぜひこのフィーリング楽しみ試していただいてですね、お使いいただければと思っています、はい、あとはですね、僕的にはねすごくいいなと思ったのは、ここにトリガーがあるんですよね。そう、カメラの前にトリガーがあるっていうのはやっぱ ENG のカメラマンだとここ絶対使うので、三脚の時はねここしか使わないぐらいなんだけどね、ここにやっぱちゃんとつけたっていうところがなんかすごいいいなっていうのね。お客様の声がありましたので、まあ、こっちにつけさせていただきました。まあ、いっぱい言ったしね、つけろつけろつけろって、ね、お母さんの力もかなりあるかと思いますが、はい。で、メニュー構成はだいたい HM700 とか HM750 使ってる方であれば、ほとんど同じメニュー構成で、しかも今回日本語対応になったのですごく直感的に分かりやすいっていうのと、ね、でカメラ設定、まあ、プロファイルがすごくまたラジカルですか、グラフィカルになってるんですよね。はい、そうですね、映像をパッと出せないな、はい、まあ、設定の方ですね、こういった形でですが、例えば映像のですね、こういった形で映像の方もグラフィックな形でですね調整ができるようにというふうに工夫させていただいております。あとガンマの部分で新しくワイドダブル DR っていうのが機能を増えました、はい、これがまたなんですか、V3 いらずというか、もうこれあれば、はい、そうですね、まあ、ダイナミックレンジ、まあ、見かけのダイナミックレンジを広げるという形ですね、まあ、例えば空から、地上のちょっと暗いものまで、ワイドなダイナミックレンジが、まあ、このモードにしますと撮影ができるということで、空は白飛びといった映像が直せるという形になります。この辺も僕も今映像作ってるんで、そのうち上げたいと思いますので、また次のカメラを、はいはい、期待してますので、はい、よろしくお願いします。まずはこの HM600、650 新登場です。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでビクターさんでした。じゃあ次行きましょうか。はい、後ろでは、ね、ちょうどキャノンさんがありますし、パナソニックさんもいますけど、この辺はスルーです。誰かが言ってくれるでしょう。はい、では次はですね、マンフロットさんに行きたいと思います。マンフロットさんも僕も最近ずっとお世話になっている方で、特に、リグをね、新しいシンプラーというリグを、マンフロットさんのところで、開発しまして、それが非常に使いやすいというか、ちょっとその辺をね、紹介できたいなと思います。でマンフロットさんは、7ホールの、一番端っこの方ですね、ちょうどブラックマジックデザインの裏あたりにあるんですけれども、今回はそのシンプラの、ビッグの、ね、展示もすごく力を入れてあるの で持ってもらうと良さがなんか分かるかなって。リグってそういうもんだと思ってんで、しかもね安いんですよ。まあ、システム5さんとかね、反射さんで値段見るとこんな安くていいのぐらいのリグのねあるんです。おっと、ちょっとあれですね、左側にブラックマジックデザインさん、またでかいでかい、これも誰か行くでしょうから僕するみたいな感じで行きます。ダヴィンチの、ダヴィンチのデモやってますね。キャノンのね、なんかログとはダヴィンチの、ちょうどいいような感じです。はい、ということで、左手に見えますのが、マンフロットさんです。おっと、上原さんにね、お話聞こうかなと思ってたんですけれども、なんか今忙しそうですね。はい、ちょっと見てみましょうか。今度の、ね、新しいリグですシンプラさんですね、はい、このセットなんですけれども、これここのここからここがワンセットの部分と、
ここからこっちのワンセットの部分と、2つのパターンが、今回用意されてます。で どちらも値段は同じなので、例えば2つ買うこともなくこの手前のショルダーキットプラス、マットボックスとかそういう買い方で、十分だと思うんですが、とにかくね、例えばこれね今までの、リグ関係でいくと結構値段がしちゃうんですけれども、それがねすごくリーズナブル。ちょっと持ってみますね。ちょっと貸していただきます。まあ安いのはいいですね。よく売れるんですけど、はい、ね、こういう感じの、カメラの正面に向かってオフセットされているので、正面に向かって、構えることができます。なので、ここのところに、アフターパーツサードパーティーでの、スコープとかつけるとちょうどこういう形で、直接、EVF とかね、EVF とか、入れずにもここにこうスコープがあると見ることができます。もちろんスコープを使ってね見ることも OK なんですけども、でもう一つなんですけれども、よいしょ、あ、ちょっと見にくいですね。見にくいから違うリグに行きます。はい、ね、もう少しこちらの方です。はい、この2つなんですけれども、これよく見慣れたねズームデバンドのように見えますが、これ EOS のフォーカスリモコンなんですね。よっこでしょ、おし、おし、あ、ちょっと今電源入らないですね。これを使うことによってフォーカスの方がコントロールできる、まあ、いわゆる電子フォローフォーカスということになります。で形的にはもうズームのデマンドと全く一緒なので同じ感覚で使えるんですけれども、先ほどのリグにもついてましたけれども、ハンドルのここの部分につけると担ぎながらフォーカスをどん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 合わせることができる。今までのように例えばダイヤルで機械式のフォローフォーカスもいいんですけれども、やはりそれだと両手で持ってない、片手で保持してやらなきゃいけないので、結構厳しいものがあるんですけれども、これを使うことによってここでコントロール、はい、あ、上原さんやっと来ましたね。どうもおはようございます。あのマンフロットの上原です。こんにちは。もう今ちょっとこれの説明したんですけど、はい、もうシンプラはもう今回いろんなもの出しましたね。はい、そうですね、まあ、マンフロットとしてはその、まあ、この手のリグとしては後発になるんですけど、まあ、今までいろんな他社メーカーが出しているところですね、まあ、シンプルにしたっていう、そこがコンセプトでございまして、商品点数を少なくて、まあ、汎用性を高めていると、まあ、値段もそれに抑えているというのは特徴です。まあ、あとはこの、まあ、例えばこのマットボックスなんですけど、まあ、普通はまあ他社はこういうフレンチフラッグというタイプを使われるんですが、マンフロットはですね、独自性にこだわりまして、ゴム製の蛇腹方式を使いました。まあ、このルックスもさることながらですね、まあ、いろんな特徴がありまして、一つはこのセットアップが非常に楽と、もう折りたたみすればもうこれで終わりということですね。で、あの、遮光したい部分だけ伸ばすことも可能。あとはあのガラスとかにペタってやれば、あの余分な光が入らないという。まあ、もちろんデザインもあるんですけど、こういった特徴があります。あとは何と言ってもですね、あのこれですね、はい、電動フォローフォーカスですね。既存の、まあ、ダッシャさんはですね、このギア式のフォローフォーカスを採用されていると思うんですけど、このフォローフォーカスっていうのはどうしてもやっぱ値段ありきで、いいものはいくらでもいいのあるんですけど、その安いものあるんですけどすごいスカスカであったりとか、粘りのあるものを買おうと思ったら存在するんですけどうん十万もするっていうことで、マンフロットとしては同じようなものを作ってもしょうがないので、まあ電動フォローフォーカスというものに取り回しました。まあ言うなればリモコンになります。様子用のリモコンになります。ちょっとやってみますか。やってみて。あ、どうぞ。はい、でですね、まあ、この2つ今リモコンあるんですけども、あの、まあ、こちらの方は高機能タイプでアイリスまでいじくれるということでね。そうですね、はい、デラックスリモコンでして、まあ、USB でまずつなげます。オフですね。あ、こっちごめんなさい、つながってない。そうですね、両方と電池です、ね、そう、EOS だとね、このフォーカスもそうですし、アイリスも結構設定がめんどくさいので、そうですね、それがね、これつないくと、それ分かってなかった、すみません、あの、まあ、こちらの方で手元で全てあのこのノブを使うことによってフォーカスが動いていただけると。で、あとシャッターもここについてますので、シャッターを切ると、でそれは静止画でもいいですし、動画の方も手元でコントロールできると。
あと岡さんが言われました通り、そのカメラの所蔵権の設定を手元でできると、具体的には ISO とかですね、ISO 感度を変えるとか、アイリスですね、絞りを変えるとかですね、色温度を変えるとか、あとはシャッタースピードを変えることが手元でできると。で僕はこっちを買ったんでね、ちょっとの値段的にこれいい値段するんですね。まあでも、まあ確かにでもなんかフォローフォーカスのことを考えると、まあ正当な値段、もしくは安かもしれないですよね。そうですね、やっぱり値段ありきで、まあ実売で6万7万弱ぐらいだと思うんですけど、でこちらの方が3万5000円ぐらいで、まあ同じようなさっきのギア式のをその値段で買うと、まあ、それなりのものしか大抵買えないので、まあ、そういう意味では一つのソリューションとしていいんですけど、もう一つあと付け加えたいのは、このショルダーで持った時に、どうしてもそのショルダーで持った時にギア式ですと片手を外さなきゃいけないんですね。だからこの手元であれば両手を保持しながら、指元で指先であのフォーカスやレックができるっていうのが一つの特徴だと思います。ちょっともう一回見てみましょう。またもっと戻りますけども、こういうことですね。そうですね、あのこういうショルダータイプになるんですが、既存ですと今までのはここについているので、片手を外しながらここで操作しなきゃいけなかった、まあ、安定性が悪くなるんですけど、こちらの場合ですと手元にここにもうリモコンがついてますので、あの両手を持ちながら指先でフォーカス、オートフォーカス、まあ、レックまで行くと操作ができるということになります。これがまあ特徴であります。そうですね。でこのなんですけど、ショルダーのパッドなんですけど、いろいろ形変えられるんですよね。そうですね、ちょっとこれはあの、まあ、基本的なデジ位置の基本形として、まあ、水平オフセットも作った形なんですけど、まあ、これはいろいろとあの汎用性というかありまして、ちょっとそちらの方にいろいろと変形タイプを用意したんですけど、まずこちらがですね、まあ、ファインダーが出てくるようなビデオカメラですね。その場合はあのそのロッドをですね、あのオフセットをいらずにストレートにつけてます。これで、まあ、より快適な撮影があのできるのが、まあ、これが一つの事例ですね。であとはですね、まあ、アイデア次第なんですけど、もう逆さにしちゃってですね、これもう全く逆さまにして、まあ、お腹につける感じで、もうちょっとしたこういう、まあ、スタビライザーとか、まあ、あの安定する、まあ、ローアングルもいけますし、こういった変形もしますと。あとちょっとオプションになるんですが、これハンドルカムですね。あのフィグリグっていうマンフロットを、まあ、この手のハンドルのサポートを出してたんですけど、それを、まあ、ブラケットが通る、ものをつけたのがこちらになります。こちらも、まあ、一つの、ね、ソリューションとして、まあ、いろいろと面白いんじゃないかっていうことであるかと思います。本当で、まあ、三脚メーカーさんが、ね、こうリグの方にこう手なんですか、はい、こう着手したっていうのはなんか面白いなと。でまたこれどっちかと DSR、ね、一眼系でもいいんですけれども、はいはい、まあ、僕が使った感じだとすごい剛性もあるんで、はい、やはりこういうビデオに使うと、ね、ものすごくいいなっていう、ね、はい、感じがまして、はい、あともう少しいろんな、ね、アクセサリーっていうか ね、 それがね、ちょっとご要望を出してますけれども、はい、 それが出てくるとさらにいいものができるかなと思って、ぜひいろんなご意見聞かせてください。あのイタリアの方にですね、逐一報告してですね、まあ、アップグレードしてきますので、あのお客様の形に合ったようなものはご用意できると思います。あとはもう本業の方の三脚の方も今度、ね、はい、さらにもっと、ね、はい、今 509HD とかね、504HD とかいろんなもの出てますけども、もっともっといいものが、ね、ね、あるといいですよね、はい、いろんなアクセサリーを出してきますので今後ともよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでマンフロットさん、今回は三脚というよりもリグの方でちょっと、紹介させていただきました。はい、でそれではもう一箇所最後行きましょうか。はい、大丈夫ですか。最後、6ホールに戻ります。はい、今ねこっち反対側にプロテックさんがひょろっとありますね。プロテックさんもなんかどんどんね、毎年でかくなって、で横は IDX さんですね。で今回先ほどの、ね、ビクターの、HM600 なんですけども、バッテリーの方を自社で開発せずにもう IDX さんにもう完全に出しちゃったという、アウトソーシングみたいな形で出したことによって、価格の方もグッと抑えたということを話聞いております。はい、はい、すいません、撮ります。はい、ということで、ここがホール間の間のスペースです。今回ね、実はインタビューなんか、集中しているところはすごい集中してるんですけれども、実際そうでもない、あの一般的 な、 なんか入場者数はなんかまだ少ないのかななんていう気がします。この手のカメラが通ってもあまり邪魔にならない感じですね。で、おっと、と言いつつも裏から行っちゃいましょう。
と言いつつもこのインタービーの会場の特性からね、皆さん来てる方プロの方多いんで、この手のカメラが来てみんな反射的にポッとこう避けてくれるんで非常に楽だったりします。はい、では最後締めはリベックさん、ここも僕もいろいろお世話になってますし、もちろん、これからも応援したいメーカーの一つなんですけれども、はい、誰かありますかな。はい、今回ね、リベックさんの一番の特徴はこの RSP の750と850、おっとなんか音が回ってますか、750、850シリーズの三脚です。すでにね、第1作目で岡ちゃんの方が説明しているかもしれませんが、これはあれですね、ようやくなんだろう、グローバルに出てくる三脚が国内メーカーからできたということで、ものすごくフィーリングがいいです。ね、今回今横にねサポートでうちの HD ユーザーとサルタさんもいるんですけれども、まあ、彼もすごくフィーリングの良さでは絶賛してまして、もうビンテンですよね、フィーリングは。もう多分ね、これ見てる方、特にビンテンとかハトラー好きな方はね、いやリーベックなんてっていう方もねいらっしゃるかもしれないし、ビンテン好きな方はね、まあいろいろあると思うんですけども、間違いなくこれはいいです。はい、もう一番よいしょ、そうですね、 ELG だと RSP の 750C ですね、もうこれしかないです。で足がカーボン足ですね。このカーボンがまたね、カーボンフェチにはね心くすぐるね網目なんですよね。僕大好きなんですよ、いい網目してます。で重量も、あれいなかっちゃった、重量もね、持った感じビンテンより軽いよね、同じようなもん。でもヘッドは軽いかもしれない、ヘッドは全然軽いよね。そうなんだから、ポーンと持ち上げた時にねやっぱ軽いっていうのは、ね、武器ですよね、これは。でもちろん、ああやっと来たよ、何やってんの、ちょっとみんな待ってんだからさ、ギリギリでちょっと接客入ってしまって本当に申し訳ありません。だからやっと、はい、ずっと俺に内緒してたけど、本当ですね、岡さんにもう痛くて痛くて仕方だけど、もう Facebook のメッセージこっそり送ろうかなと思ってたんですけどもう送った瞬間クビだよねそうですね、まあそれでもあったんでギリギリまでちょっと引き伸ばしましたけれどもね。でちょうど発表の時、はい、私の方の H ユーザーズもやらせていただいたん で、ね、はい、であれで一発目を、まあ、午前中見て、あよかったねっていう、ありがとうございます本当に。これでやっともうグローバルに出れた。そうですね、グローバルにできる三脚として今回は、こちらの RS プラスのシリーズを作らせていただきました。あとはナンバーワンね、次はナンバーワンって、えグローバルで、うん、ナンバーワン、そうですね、そうですね、やっぱりカメラとかのメーカーが、まあ、ソニーさんとかパナソニックさんとか日本のメーカーがほとんどこう占めてる中で、三脚っていうのが日本のメーカーってあんまりないっていうのが ね、やはり私の中でもそのリベックという名前は、まあ、日本のメーカーだっていうところで、ぜひですねこう広めたく思い、今回は全てのうちの培ってきたものを費やして RS のプラスというのができましたので、ぜひそのプロスの話は去年昨日の、あそうです、ね、ラウンジの方のアーカイブを見てもらうとして、はい、もうちょっと皆、見てみましょ う、 もう昨日多分、ね、RS の、アーカイブの方を見ても、はい、こっちの三脚自体は見てないと思うんで、はい、どうぞ、ね、ちょっと説明しますか、どうします。チルとパンガのドラッグがまずここに2つ並ん でカウンターバランスがこれですね、はい、でそのカウンターバランスの、重さが変わらないと昨日も言ってました、ね、ずっと同じ、トルクのままずっと回し続けられます。従来の RS のシリーズっていうのはどうしてもスプリングの反発する力が、だんだん強くなっていくので、それでだんだん重くなっていくんですね、重くなっていくんですけれども、今回のこの RS プラスはバランススムースの一応機能をつけておりまして、簡単にセットアップできるような形になってます。本当にこれくる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 回しても同じ、ね、同じです。これね、前の R シリーズはさすがにこれなかったですもん ね、今使ってるんですけども、はい、ないですね、だんだんきつくなってきたんで、うん、特に450のシリーズとかちょっとバネがの力が強いめのやつは後からですね、やっぱりこれ女性の方にはできないだろうということで、カウンターバランスの調整つまみという別のパーツをですね作ってユーザーさんに送ったという事例がありますね。で今回あれですね、このまた取り外しが変わりますね、サイド、はい、なんだっけ、なんて言うんですか、ワンタッチリリースになってますね、こちらですね、見せますね。
緩めていただいて、これをこうする。横から出すような感じですね。横から入れるということですね。はい、これは、まあ、例えばこの手の NGK だと船があるんで、まあ、それパンゴンで出るんですけど、例えば DSLR とか、はい、そうね、そちっちゃい、ね、あのカメラ系には、まあ、そうですね、うん、はい、いいです。あとシネマ系ですか。そうですね、シネマ系、ね、結局この船が使えないカメラには、ね、あの、はい、取り外しがね、面倒くさかったのが ね、それがスポーンと抜けたっていうのは、はい、いやー頑張ったよね。はい、頑張りました。まあ、あとは売れるのを待つのみと。まあ、まあ、売れる売れる、ね、とりあえず僕買うからありがとうございます。多分ね、これ皆さん見てね、本当にいいの。ほんで、ここにもしあのインタビュー見てる方ね、それとかこれを見てる方、それからインタビュー会場に来てる方、ぜひこれ来てね、あの例えばじゃあいざビンテンさん行って、ハトラーさん行って、ここ来てくれればね、分かるから、これの良さがね。ありがとうございます。あなたが言えないけど、また借りんとくよ、はい、すごくいいです。ちょっと持ってるね。ね、このカメラ、なんだっけ、パラのあれでしたっけ、HPX5 かな、ね、P2 ですね。で、まあ、軽いですよ。このカメラ、重さを持ってたとしても、まあ、普通の軽さですよね。カーボン足も踏まえてですけど、例えば、今、ビジョン、ビンテン系のね、昔の前の、あのっけ、アルミの足使ってる方とか、ビジョン10のヘッドとか使ってる方を、比較して、まあ、僕もビジョン10オーナーなんですけども、確実にそれより軽い、あの重さだけで言うと、このサイズと H750 って言うと、カウンテート重心が、14キロまで、体重回転が14キロまでだから、ビジョン10相当、ビジョン100相当かな、の重さなんですけど、ビジョン5より軽い感じ、雰囲気的には。で、またね、ここがね、多分ね、ちょっとね、あ、なんか足だけあったっけ、足だけ持ってきたさ、足だけ、この足をね、すごい、これが、これ、This is Japan はすごいなっていうのがね、例えばこうやって落としても、手挟まないです。ね、こういうふうに手挟まないですよね。絶対空いてるんですよ。で、なおかつ、ここに手を突っ込んで、持ち歩く、こういうことですね。こうやった時に手が痛くならないように、ちょっと見せてください。足だけは、足あっちか、はい、ここにね、ちょっと 上に持って、はい、持ってください、はい、あ、これで見えるでしょうか、はい、これですね、ラバーが貼ってあります。このラバーとこのアーチのこの加減で、ここにパンって持って、片手に三脚、片手にカメラっていう持ち方がね、はい、これもちゃんと考えたんですよね。そうですね、考えられて作られてます。やっぱジャパンすごいよ。ありがとうございます。はい、ということで、はい、これからがもっといいような三脚を。そうですね、もういろいろ企画も練っておりまして、お話できる段階になればお話、この仲間に入れてね、もうちょっと手前からそうですねはい、はい、ということで、イブキさんでした。ありがとうございます。はい、ちょっと、はい、じゃあそろそろもういい時間なので、これで、締めに入りさせたいと思います。はい、ということで、今回はですね、僕がお世話になっている、もしくは、まあ、注目しているメーカーさんを、中心に聞かせてもらいました。本当はね、キヤノンさんとかソニーさんとか、まあ、グラスマレーさんもそうなんですけどね、回りたいところいっぱいあったんですけど、時間の都合上、この3つにして、4つにさせていただきました。他の大メーカーさんはね、この後いろいろ皆さんもあると思うので、それをまた見てください。それではまた、さよなら。